私の家はとても厳しい家でした。ある日のこと、父が出張で母も用事で遅くなるから鍵を持って行かなければならなかったのに、うっかり忘れて学校に行ってしまったのです。家に入れず玄関の前でポツンと待っていたのですが、お腹も少し暗くなるし、友人に電話をしました。すると免許取り立てほやほやの友人は颯爽と車でやってきました。ところが鍵を忘れて挙句に遠出したとなれば母の逆鱗に触れるので、私たちは家の近所をぐるぐる走るものの、飽きちゃいますよね。そこでバスの折り返し地点に車を止めて、たわいないおしゃべりやお気に入りの音楽を聴き始めました。バッテリーが上がると困るので、エンジンはかけたままギアをパーキングにして、そこは有刺鉄線で囲まれていて、周囲は非常に見通しのいい場所でした。照明もあるし、なんだか安全に思えたのです。そのうちにうとうとして二人とも眠ってしまいました。ふと誰かに見られている感じがして目が覚めました。ん？視線は右から感じます。でも彼女のお家の車は左ハンドル、当然友人は私の左側にいるはずです。そっと目を開けて右側に目を向けると、窓に小さな男の子のシルエットが張り付いています。坊主頭に小さな手のひらをいっぱいに広げて窓に張り付いているのです。顔の大きさやその背の高さから小学校 2,3 年生だと思いました。とっさに出た言葉は、覗かれてる。運転席の彼女はいきなりギアをドライブにすると、あろうことかハンドルを右に切ったのです。小さな影はそのまま車の真下にスッと吸い込まれました。引いちゃった、引き込んじゃったとわめく私に、覗いてたやん、痴漢やん。瞬間新聞の見出しが頭に浮かびました。私たちの人生は終わったかも。我に返った彼女と車を降りて、泣きながら 車の下を覗きましたが、誰もいないのです。周囲に人家はなく、有刺鉄線で囲まれた見晴らしのいい場所、出口は一箇所、まっすぐに下に続く道は広々と何の影もありません。覗かれてたよね。うん、子供だった。車の下に吸い込まれた。うん、目視でもサイドミラーでも見た。でもこんな時間にあんな小さい子がいるかな。時計を見るともうすぐ12時。その時は今起きたことよりも母が怖くて家路を急ぎましたが、あの子供は一体何だったのでしょう。